はい、どうも、お疲れ様でございます。鍋でございます。なんか変態ですよね、格好がね。はい、今ね、これわかるかな、これ。ここね。今日、ほんと3週間ぶりぐらいにお休みで、ゲームやってました。はい。女房も子供も今日はね、せがれの、バスケットの試合があってね、会場行ってるんですけど、今日はね、俺休むっつって、でずっとね、朝からゲームします。今お昼なんですけどね、もう10時ぐらいからね、ずっと黙々とね、ゲームやってます。もう負けちゃってるんで、ただ見てるだけですけどね。はい、私ね、ワールドオブタンクス、ワールドオブタンクかっていうね、戦車ゲーム、今もう負けましたって出たんですけどね、っていうゲームやってるんですけど、うん、これがなかなか面白くてね、今まではカウンターストライクオンラインっていう、いわゆる鉄砲バンバンっていうね、そういうゲーム、パソコンゲームやってたんですけど、4年5年ぐらいやってたのかな、4年ぐらいやってたのかな。で、ちょっとね、私自身がこうテンション下がりまして、パッチとかアップデートとか起きて、いろんな仕様変わるじゃないですか。そうするとね、だん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 遠ざかっていくんですよね、うん、で結局課金ゲーみたいになっちゃっててね、まあ、私の個人的な意見ですよ、うん、無課金でも楽しめるんですけど、結局まあ課金ゲー、まあ、課金してなんぼみたいになるじゃないですか。まあワールドオブタンクも似たようなもんですけど、似たようなでもこれはそうでもないかな、うん、ちょっと道のり厳しいですけど、まあまあ課金しなくても楽しめるかなと思ってね、今このワールドオブタンクスやってます。はい。その昔ね、そういうチャットしながらこうやってた時用 のマイク付きのヘッドセットなんですけど、これでやってます。はい、そうなんでね、これ先日ご紹介した椅子です。どうかな、ちょっと ボケボケかな、こんな感じ。はい、結構ね、こう首までしっかりともたれかかって、でこうロッキングできるしね、すごい座ってていいですよ。わくらい。はい。これで3900円でしたっけね。私の場合いつも代引きで買ってるんで、クレジットカードとか持たないんで、現金でね、いつも買うんですごい割高になっちゃうんですけど、でも家具屋さんでね、肘付きでロッキングでこれぐらいのちょっと背もたれの大きいやつ買おうって言ったら、もっと豪華になるんですけども、値段も高くなっちゃうんですよね。このぐらいの、なんてそんな豪華じゃなくてもいいんで、安いのないのっていうのがない、肘付きが肘掛けがなかったり、背もたれが低かったりしてね、私の事務所 の仕事用のほんと椅子なんかもね、背もたれ低いんですけどね、まあ、まあね、職場でこんなやってふんぞり返ってられませんからねまあそれはいいんですけどね、ね、自宅ぐらいこうちょっとね楽にしたいなと思って、これすごくいいです。はい、タンスのゲンさん、はい、よかったらチェックしてみてください。はい、今日はね、休日に一人で四十の親父が引きこもりの人みたいなね、引きこもりの人が悪いとかいいとかそういう言い方じゃなくてねもういい年こいてね、黙々とゲームすんなよっていうね、そういう世代なんで、ちょっとねそういうことに対してこうちょっとだけこうなんていうのかな、ね、視線が違うっていうかね、ね、ほんと。でも今日はねのんびり休んで、またね今日休みが終わると明日からまた3週間ぐらいね本当休みがないんで、はい、あ、電話が鳴った、はい、ということで鍋でございました。